皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明則です。木戸ゆうきです。さて、新年度になりまして少し経ちますけれどもね、新生活順調でしょうか？木戸さん、どんな感じですか、新生活は？私はですね、もう今このお仕事で、新生活、新年度を応援するというようなことをさせていただいておりまして、うん、皆さんの新年度の関わるお仕事をさせていただいているところから、あ、4月になったんだな、皆さんキラキラ輝いてるなっていうのをすごく感じております。なるほどね、はい、もう結構もう順調にやってますけれどもね、はい、皆さんいかがでしょうか？そして、4月7日には市内の首都中学校で入学式があったということでね、おめでとうございます。どうも本当に街歩いてましてもね、可愛らしい小中学生がこう歩いてるわけですよ、はい、ランドセル背負ってね、はい、小学校なんかにはね、行く方はね、可愛いですよ本当ね。そうですよね、あの、ランドセルの大きさとこう体の大きさのこう対比率がね、そうすごく初々しくって応援したくなっちゃいますよね。頑張りますよね、はい。そして、あの、吹田市にね、この春来た方っていうね、いらっしゃると思うんですけれども、はい、やはりこの番組でいろんな吹田情報を発信しますから、ぜひチェックしてください、はい。そしてこの時期やっぱ苦しいのが花粉です。花粉症はね、僕結構大変でしたけれどもね、はい、この時期はなんかヒノキ花粉がピークということでね、皆さん十分ご注意ください。そして春の交通安全運動の時期ではあります、はい、春の全国交通安全運動が4月6日から15日まで、交通事故死ゼロを目指す日が4月10日ということで、まあ、事故っていうのはね、いろんな理由がありますけれども、はい、僕思うのはまずですね、心の油断ですよ。あ、そうですね、いや、これ一番の原因だと思いますし、あとは、あの、時間に余裕がないこと、ちょっと早く出れば焦らずに運転できますからね、はい、だいぶ減ると思うんですよ。自己、心に余裕ができるためにはやっぱり時間にも余裕が必要ですからね。そうそう、あとね、やっぱり気づいてほしいのは、あの、もしって考えることですよね。もしあの角から子供が出てきたらどうしよう、はい、ってこう常に考えることで事故出ると思うんでね、はい、皆さん十分ご注意ください。さて、今回の放送内容ですが、こんな感じになっております。特集では、ゆうぴあ開館5周年について最後までお付き合いください。では早速番組進めていきましょうか。はい、まずは吹田市の出来事などをご紹介する吹田のトピックスです。25日、市民に身近で親しみやすい議会を目指す取り組みの一環として、3月定例会最終日に吹田市議会で初めてとなる議場コンサートが開かれました。演奏を行ったのは、定期演奏会やコンクール、地域行事などでも数多く活動し、昨年大阪府の吹奏楽コンクールでも上位入賞を果たした西寺中学校吹奏楽部の生徒たち。生徒たちは世界的なオペラ、アイーダの凱旋行進曲をはじめ、人気アイドルの曲や映画の主題歌など4曲を演奏しました。最後に NHK 連続テレビ小説、だんだんの劇中歌、命の歌を合唱。議場には生徒たちの若々しく美しい歌声が響き渡っていました。こういうところで演奏させてもらうのは初めてで、で、吹田市で初めてだそうで、ここで演奏させてもらうのは、なんでそういう記念すべき時に演奏させてもらって本当に良かったなと思っています。私たちにとってすごいいい経験になりました。ありがとうございました。3月26日と27日、名シアターでファミリーミュージカル太陽へ塔が上演されました。これは名シアターと千里近蘭大学が文学共同事業として取り組んでいるもので、今回で9回目となります。舞台には千里近蘭大学の学生とオーディションに合格した市民、プロの俳優、合わせて44人が出演。その他、千里近蘭大学の学生2人が制作スタッフとして参加しました。物語は、大人になりたくない小学生が翌日に控えた卒業式のボイコットを考え、大人から隠れていると、
どこからともなく声が聞こえ、その声に導かれて大人子どもの世界に迷い込みます。しかしそれは卒業式のボイコットを聞きつけた親や地域の人たちが協力し、子どもたちに大人になる素晴らしさを教えようと考えた大芝居。さまざまなハプニングに見舞われながらも、子どもたちや巻き込まれた人たちの思いが次々と展開していきます。僕の声は聞こえないんだよ。聞こえてるで。お父さんやお母さんには聞こえない。子どもたちの成長と絆を描いた感動のストーリーと出演者の心温まる演技に、観客席からは惜しみない拍手が送られていました。また舞台終了後のロビーでは、出演者と来場者が一緒にミュージカルの成功を喜び合っていました。3月30日、吹田市消防本部で吹田市摂津市消防司令センターの完成式典が行われました。これは4月1日から吹田市と摂津市が消防司令業務の共同運用を開始することと、司令センターの完成を記念して行われたものです。式典では後藤圭司市長が、吹田市と摂津市の強みを持ち寄ってお互いの職員が融合し消防力を発揮していただきたいと挨拶。続いて森山和正摂津市長が、摂津市が市政施行50周年を迎えたこの時期に共同運営することは非常にタイムリーなこと、吹田市と強力なタッグを組んで安心安全な街づくりをしていきたいと話しました。その後、完成したばかりの吹田市摂津市消防司令センターでテープカットが行われました。この吹田市摂津市消防司令センターは最新鋭の司令システムを搭載し、大規模災害への効果的な対応や GPS で災害地点を特定し、最短時間で現場到着をサポート。また、災害現場の映像を消防司令センターに送ることで災害対応力を強化するなど、今まで以上に市民の安心・安全を確保していくということです。この議事堂でコンサートっていうのはなかなか見てて斬新でしてね。そうですね、中央にスペースがあって周りが椅子があってっていうことで、はい、なかなか見ていて新しい発見ありましたね。そうですよね、私も初めて見る映像だったのですごく印象に残りました。ですよね。そしてこちらの西寺中学校なんですけども、結構実力派でしてね、はい、地区大会金賞を取ってるんですよ。すごいです ねだから本当に面白い試みでね、これを機にまたなんかこう議事堂に親しみを持ってもらえたら嬉しいですよね。そうですよ ねそして続いてはファミリーミュージカル太陽へ塔ですけれども、はい、これは市民の方から選ばれた方が出ていたということで、はい、終わった後にね、涙感動しましたね。そうですよね。でももうそれまでの間一生懸命頑張ってきたという思いがあるからこその涙なんだろうなと思うと、もう美しい涙だなと。なんかちょっと温かい気持ちになりましたよね。そして3本目、消防司令センター共同運用についてなんですけれどもね、はい、これ対応範囲が非常に広くてですね、はい、吹田摂津合わせて大体ね45万人の119番通報に対応ということで、すごい、およそ45万人も、すごい数ですよこれは。すごい数ですね。あと年間大体ね3万件の通報に対応しているということなんですよね、はい、そして言葉の問題もクリアしておりまして、はい、英語、中国語、はい、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しているらしいんですよ。すごい、5カ国も。これは本当にだから住んでてこう安心の街ですよね。そうですよね。以上トピックスでした。次は吹田の動き。太田克久副市長が退任、後任に俊藤直久副市長が選任されました。3月25日、市議会は太田克久副市長の退任と俊藤直久行政経営部長を副市長に選任することに同意しました。吹田市の副市長の定数は2人で、太田前副市長が3月31日付で辞任することを発表したことにより、俊藤副市長が選任されました。任期は4月1日から4年間です。
3月31日に行われた退任式では、太田前副市長は後藤市長や職員の代表などから花束を受け取り、市職員、市議会議員らに見送られ、市役所を後にしました。東日本大震災の被災地、宮城県気仙沼市へ吹田市職員を長期派遣しました。3月28日、東日本大震災により被災した宮城県気仙沼市で災害復興支援に従事するため、下水道整備課の一般技術職員、筒井翔太さんに長期派遣の人事発令が行われました。派遣期間は平成28年4月1日から9月30日までの6ヶ月間です。東日本大震災の報道を目の当たりにした筒井さんは、復興について自分もできることがあれば支援したいと復興支援職員の募集に志願しました。筒井さんは気仙沼市下水道課に派遣され、被災した下水道施設を復旧するため設計や現場監督などの業務に従事します。ガンバ大阪の試合結果です。4月8日現在、ガンバ大阪 J1 リーグファーストステージの順位は12位となっています。放送期間中の吹田の動きはご覧の通りです。4月15日には浜屋敷で鯉のぼりの飾り付けが行われます。また15日、19日には市立吹田サッカースタジアムでガンバ大阪のホームゲームが行われますよ。どうしたガンバ大阪、はい、と思ってる方安心してください。これから順位上がっていきますから。そうですね。これね、木戸さん、はい、ここ優勝ね、はい、今どこでしたっけ。ガンバ大阪、ガンバ大阪はこう上がっていくんですけど、うん、今のところまだこの辺です、はい、ここですねまだこの辺です。これから徐々に上がっていくわけですよ。でもこれからまだこう上がっていきますからね。そのためにやっぱり皆さんの応援が必要ですから。そうなんです。ぜひ皆さん熱い応援でガンバ大阪盛り上げていきましょう。はい、以上吹田の動きでした。万博公園へ花見に行きましょう。ワンポイント手話。万博公園へ花見に行きましょう。万博公園へ花見に行きましょう。ワンポイント手話。万博公園へ花見に行きましょう。次は特集です。はい、今回はゆいぴや開館5周年についてお伝えします。それではどうぞ。阪急山田駅を出てすぐにある子育て青少年拠点夢つながり未来館ゆいぴや、交通の利便性もよく通いやすいということから利用者に大変人気がある施設です。未来の担い手である青少年の成長を支援し、青少年の創造性が夢へとつながる拠点として平成23年3月にオープンしました。今回はゆいぴや開館5周年記念イベントの様子やこれからの歩みについて紹介します。未来の担い手である青少年の成長を支援し、青少年の創造性が夢へとつながる拠点として平成23年3月に子育て青少年拠点夢つながり未来館ゆいぴやがオープンしました。3月26日には開館5周年を記念して、利用者たちの主導で開館5周年記念イベントが開催されました。イベントの開始を前に行われたセレモニーでは、山本智也館長の挨拶の後、のびのび子育てプラザ利用者によって結成されたブラスバンド陽だまりによる演奏が行われました。
演奏の後、後藤圭司市長、奥谷正美市議会議長の挨拶。続いてオープニングトークショーとしてフリーアナウンサーの梅田純さんと元プロ野球選手で野球解説者の八木博さんによる安心してください、夢はつかめますよと題したトークショーが行われました。このイベントは利用者と共に作る5周年をテーマに開催され、ゆいぴや利用者がブースを出展し運営しています。6階多目的ホールでは JAXA 宇宙教育センターによるコズミックカレッジ宇宙科学教室が開催され、真空実験やバルーンロケットの制作体験が行われました。5階リハーサル室ではお話村によるアフリカの昔話や民族衣装の着付け体験、楽器に触れられる催しが行われ、来場者は異文化に触れ楽しんでいました。4階会議室では吹田子ども育成塾による工作体験が行われました。子どもたちは木や竹を使うおもちゃ作りに真剣に取り組んでいました。1階のびのび子育てプラザで行われたのは幼児向け遊びコーナー、コイン落としや手形足形のスタンプを取れるコーナーが設けられ、親子で楽しんでいました。また5周年を記念して制作された歌、ゆいぴやの歌が披露されました。元々はですね、少年飛行が多かった時に少年たちのですね、たまり場というのを作っていこうと、そういうのが吹田市にできないかなというところから本当にもう20数年検討されてできたところです。でその間に時代が変わりまして、青少年がですね、本当に飛行というものではなくてしっかり元気を持っていろんな人とつながっていける、そういう施設ができたらということで、まず青少年施設をです、ね、イメージしてここが構想されました。その後子育て支援というのが大きな課題になってきましたので、子育て支援の施設をと、そしてこの山田にですね、障害学習の拠点としての図書館というのを一体でこの山田駅前に整備しようというところから、このゆいぴやというのができたということです。普通に吹田市でですね、こういう青少年の施設がですね、どういうものかというのは本当に全く分からずですね、手探りの状況で始めたところなんです。でこの3階の青少年の交流ロビーであったり、1階ののびのび子育てプラザであっても、最初どういう方が来られるのかなということで、すごくですね、受け入れの側も心配をしてたんですけども、開けてみればですね、青少年の人も本当に自分たちで使いたい、そういう願いを持って使ってくれてるし、子育てのところでもですね、先ほどもイベントのところですね、ゴスペルを歌われたお母さんが一人で吹田市に引っ越してこられて、で本当にいろんな方にですね、支援もないところでこののびのび子育てプラザを利用できて、そこから本当に人の輪が広がってというようなことをお話しいただいてですね、本当に市民の皆さんと一緒に作り上げてきた施設だと思っています。本当にですね、子育てとか青少年とか障害学習というのは一体になってますので、例えばですね、青少年が子育てのびのび子育てプラザでボランティアをしたいというようなことでボランティア活動をやっていったりとかですね、あとは図書館とのびのび子育てプラザでいうと本当にブックスタートで本を始めようという時に読み聞かせをですね、下のところの図書の人にしていただくということもあります。あとのびのび子育てプラザではですね、本当に一人のびのび読書タイムというので子育て中のお母さんが自分の本をですね、読みたいというので一気にですね、子どもを預かりして、でそこで自分の時間を持ってもらおうとか、そういうこともやっております。開館から5年、市民への認知度も高まり年々利用者が増えるようになったゆいぴや。雨の日のお出かけ先として乳幼児を連れて訪れる親子も増えてきました。
就学前の親子が利用する施設なんですけれども、主には赤ちゃんから1歳2歳の方が多いです。はい、特に昨年は2、3ヶ月の赤ちゃんの交流会というのをさせていただいたので、すごくその赤ちゃんの利用が多かったですね。好評でした。5周年を迎えたということで嬉しかったのは、開館当時に子育てのこう悩みを持ちながら一人で子育てされている方がここに来られてお友達を作って大きくなったで、すごくここで助けられたというか救われた、お友達もできたし子育ての楽しさが分かってよかったっていうことを5周年の時に言っていただいたんです。それがすごく嬉しかったし、当時利用されてた方がもう今年小学校に入られるということで、すごく懐かしんでいただけて、ああよかったなって、のびのびがここにあってよかったということを言っていただいたので、なんかこう5年間の歩みというか果たしてきた、ね、役割をすごく改めて実感しているところなんです。はい、のびのび子育てプラザは5年間で来館者が6万人を超え、利用者同士の情報交換の場になり、子育ての相談や一時預かりで利用する人が増えてきているということです。子供ができてからなので、2年ぐらい前から利用させていただいてます。そうですね、まだ新しくて綺麗で広いので子供がのびのびできてとてもいいと思います。ここで知り合った友達もすごくたくさんいます。下の上の子が生まれてからなんで3年ぐらい前ですね。普段は上の子保育園行ってたので、こういった雨の時だとかなんかでお休みの時だけですね。あと週末が旦那がちょっと子供を連れてくるっていう時にここ利用させてもらっています。居心地はいいですね。いろんなおもちゃがあるんで時間が潰せるんで、はい。ユイピアのスタジオは高校生は無料で使用できるとあって音楽活動をする高校生の居場所となっています。高校の部活でバンドを組んでいるので、それの練習で使わせていただいてます。めっちゃいい。めっちゃいいです、ね、使いやすいです。すごい。5年間の歩みを通して来館者を増やし、青少年の居場所を作ってきたユイピア。これからどのような活動をしていくのでしょうか。ドロップインセンターという言葉があるんです。ドロップインというのはですね、ふらりと気軽に立ち寄るという、そういうことなんですけども、欧米ではこういう子育てであったり青少年の施設で本当に気軽に立ち寄れるということが大きくですね取り上げられています。まさにこのユイピアはですね、子育て中のご家族にしても青少年にしてもふらりと立ち寄れる、そういう施設になっていると思います。で、今後はですね、そういうふらりと立ち寄れるというそういうところなんですが、そこはですね単に空間があったり時間があったりするだけで、スタッフとですね利用される方々が本当により交流を強めていただいてですね、お互いにですね協力し合って、まさに今後もですね広くですねいろんな子育ての課題であったりとか青少年の課題にかかっていきたいと思います。そしてのびのび子育てプラザで育ってきた子どもさんがですね大きくなって3階の青少年活動サポートプラザの利用をしていく。で、この青少年活動サポートプラザを利用してもらっているですね、青少年が今度ですね、保護者の世代になって子どもをですね、のびのび子育てプラザで利用してもらうと、そういう循環がですね、ずっと起こってくればいいなと思います。そのためにもいろんなですね、その時々の活動であったりとか必要に応じてですね、さまざまな事業を展開していきたいなと思ってます。で、特になかなか来れない方々に対してどういう支援ができるかということは館全体で考えていかなきゃならないなと、そんなふうに思ってます。ユイピア5周年記念イベントの様子や5年間で育った異世代交流の場、単なる複合施設ではないユイピアだからできる取り組みを見てきましたが、いかがでしたか。ユイピアは青少年の居場所としてこれからも歩み続けます。
ユーピア開館50年ということでですね、はい、ここがいいのはですね、やっぱりその赤ちゃんから園児、小学生、中学生、はたまた大人の方までですね、こう幅広い世代の方集まる場所となっているということで、はい、なかなか交流することないじゃないですか。そうですよね。これはいいですよね、本当にね、はい、でもまあそれだけユーピアがこうたくさんの利用者の方々にとって居心地のいい空間、施設になってるっていうことですよね。そう、だからあの聞きましたらね、大学生の方がね、はい、中学生とかに勉強してたりするんだって。わあ、いいですね。いい空間ですよね、はい、あとあの音楽やってる方いましたけれどもね、はいはい、スタジオ代ただですよ。いや、高校生の方ただはね、嬉しいですよね。これは大きいです、本当にね。あとあのユーピアの歌ってありましたけれどもね、あれはあの利用者の方から言葉を募集して歌詞になっているということで、はい、みんなで作った歌なんですよね、あれはね、はいはい、だからあれも本当になんかいいですよね。そうですよね、うん、あのちなみに踊りの振り付けも踊れる方が多いみたいですよ。ぜひちょっと僕らも覚えてみようかね。そうですね、以上特集でした。続いては吹田市からのお知らせです。博物館春季特別展、田園都市千里山、大正時代の理想郷を開催します。エベネザーハワードの田園都市論や、国内外の田園都市、内務省の官僚が考えた田園都市構想をもとに開発された千里山住宅地の姿などを紹介します。期間は4月23日土曜日から6月5日日曜日まで。開館時間は午前9時30分から午後5時15分までです。オープニングイベントとして4月23日土曜日に大正ロマンコンサートを開催します。演奏は紫金山ポップスオーケストラとソプラノ歌手の臼井真由美さん。時間は午後1時から1時50分までです。その他に神戸芸術工科大学学長の佐伯隆人さんがイギリスの田園都市レッチワースト千里山と題した講演を行うほか、千里山住宅地の住民による市民フォーラム、千里山の思い出をたどるなど、さまざまな関連イベントを開催します。詳しくは博物館までお問い合わせください。木造住宅の耐震リフォーム講座を開催します。耐震リフォームや耐震補助制度についての講演会のほか、個別相談会を行います。日時は4月23日土曜日午後2時から5時まで。講演会は午後2時からで、個別相談会は午後4時からです。場所は千里山コミュニティセンターで、申し込みは電話もしくはファックスで、必要事項を開発審査室までお伝えください。定員は講演会が先着100人で、個別相談会が先着10人です。詳しくは開発審査室までお問い合わせください。国の重要文化財に指定されている旧西岡住宅で春の大茶会を開催します。日時は4月24日日曜日午前10時から午後2時まで。先着100人で、事前申し込みはありません。費用は250円です。詳しくは旧西岡住宅までお問い合わせください。さてエンディングです。次回の放送内容はどうなってますか。はい、次回の更新日は4月21日です。トピックスでは神崎花畔春祭りの模様や博物館お花見コンサートの様子など、特集は新しくなった歩く吹田についてお送りします。はい、次回もぜひご覧ください。それではまた、さようなら。さようなら。